のホームラン、ツーランホームラン、1点差に詰め寄る一発となりました。カープが追い上げます。10対9、鮮やかなホームランを見せてくれました。最終回諦めません。いやー本当にうまく反応しましたよね。これで1点差に迫りました。バッターボックスは7番大城。カープホームランで得点を挙げています。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね、ここはとにかくつなぐ意識。打ちました。ファーストの左、抜けました。ランナー出ました。カープです。また初球、三塁線ワンバウンド、フェアだ。中継にボールが送られる。さあサヨナラのランナーも出塁します。ここは見事なバッティングを見せました。これで二塁三塁にしています。そうですね、いい形に持っていけましたね。さあそしてバッターボックスには田中が入ります。さあ一打逆転サヨナラのチャンス。まあとりあえず同点にして、サヨナラはそれからですね。なるほど、そうですね。バッターボックスには代打のバレンティン。さあ球場内が大いに盛り上がってまいりました。赤星さん、大きな山場を迎えましたね。まあベンチも勝負に出てますから、ここで決められれば最高でしょうね。そうですね、この大きな期待に応えたいところです。ファウルボール、ツーストライクです。いい当たり、抜けた、レフトの前でワンバウンド、帰ったか。代打としてこれ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。赤星さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配ピタリとはまりましたね。やっぱりここぞという時にきっちり結果を出してくれるバッターですよね。素晴らしいですよ。素晴らしい采配、そして代打の一振りでした。勝ったカープ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。